ぶっちゃけね、今日ね、サタンクロスねえよ、おそらく。太いのなかったんだよね。いつゲットできたんだけど、全部ね、太くないんだよね。だからサタンクロスねえよな、きっとな。前回あんだけ太かったのがウォッチマンでびっくりしたけどね。あんだけ太かったらもう絶対サタンクロスだと思ったんだけど、もっと太いんだって。コメントに書いてくれてる人がいてさ、もっと太いですよって。入るの？この袋に。この袋に入るのか、サタンクロス。あ、しょうがないわ。今日はね、サタンクロス、おそらく出る。いや、でもわかんないからね。わかんないからもう、望みを捨てずにサタンクロスを狙いに行くけれども、まあ、多分出ないと思うからさ、ソルジャーとか。まだね、フェニックス、ラーメンマン、ウォーズマン、ロビン、出してないじゃん。まだ出してないのたくさんあるからさ、その辺を今回は埋めていこうかなと。あと、被ったら、色塗りの方に回すから、行くぞ！何が出るか。おお！待って。ソルジャーだわ。一瞬伸びますかと思ったけど、ソルジャーだ。やったー、当たる。初ゲットコーリーで、よし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 。狙い通り、狙い通り。いやー、ソルジャーも色塗りたいね、これ、ソルジャー。筋肉当たる。よっしゃ、これでスグルと当たるが揃ったな。あったぜー。これダブルで色塗りたいから2個ずつゲットし、でもその前にサタンクロスだよな、やっぱな。サタンクロス。全種コンプ決めてから被りをどんどんゲットし、してて、色塗りの方に回せてね、色塗って遊ぼうかなと。動画もね、撮ろうと思うから、もうちょっと待って、色塗りのね、動画をね、撮ろうかなと思ってね。まずやっぱり力士マン最初に塗ろうかな、一番最初にゲットした。よし、この調子で、持ってるのは、まあ、サタンクロスだ。薄いんだよね。サタンクロスあれよかも、多分こんぐらい太いってことでしょ、じゃあ。サタンクロス破裂するだろ、これ。袋よく入ったな。いや、でもサムソンティーチャー。サムソンティーチャー絶対欲しいからな。さて、次は何かな。おお、ビッグザブドウだ。やべえ、かぶってないんだけど、全然。すげえ。今11個だよね。11個開けて、1つしかかぶってない。え、めっちゃ運良くない？うわー、ビッグザブドウいいわー。これ当時の俺、昔のね、ビッグザブドウをね、持ってるんでね、本物の金消しの方で、グリーンのやつ。それはね、色塗らないで取っといたんだけど、まさかこっちで色塗れるなんて。いや、色塗りたかったんだよね、あれ。でももったいないからさ、取っといたんだけど、こっち色塗って遊べるよね、被ったらね。物は多分全く同じだと思う。造形全く同じだと思う、これ。当時のやつと。金型同じやつ使ってんのかな？当時の残ってんのかな、金消しの。それでさ、こうチャーム作ってるのかもしんないよね、これね。すげえ、ビークザブドウ、ゲットゴリンで、かぶってないことに驚きを隠せない、ちょっと。かぶりの帝王の俺が全然、かぶってないよね。1個しかかぶってないからね、力士マン。力士マン1個だけかぶったんだけど、それ以外全部、違うの、来てる。わあ、でもロビンとウォーズ出ないね。ロビンウォーズ。で、今回ラスト。これね、ちょっと太いんだよね、でもね。ちょっと、でも、めちゃくちゃ太いって書いてあったからな。 あのウォッチマンよりも太いってことは相当太いから、これ絶対違うよな。でも望みはちょっと捨てられ、あー、かぶったけど色塗れるぞ。プラネットマン多分今回一番でかいんだよね、プラネットマン。 めっちゃでかい。俺本物の金消し持ってないんだけどさ、プラネットマン本物もこのでかいんかな。これも造形多分同じでしょ、これ。ってことはこんぐらいでかいってことだよね。いや、でも嬉しいぞ、これ。ダブルだ、ダブル。色塗れる。兄弟。こっち色塗り用で色塗らない保存用ということで。いや、よかったな、でも。かぶったけど。イクザブドウ出たから、まあ、よしとするかな。2個、2種ね、埋まったしね。よしよし、いい感じ、いい感じ。また明日か。いや、これ箱で欲しいんだけど、いつも中途半端な数にならな。まあ、人気だからしょうがないよね。みんなサタンクロス狙ってんだろうな、きっとな。サタンクロス。これだぜ。いや、欲しいね。サタンクロス。出るか。いや、ほんと太そう。サウソンティーチャー！めっちゃぶっといのあったらさ、もう絶対もう、サタンクロスだからみんな取るよな、それはな、あったらな。だからできれば未開封の箱で欲しいんだけど、コメントにもあったんだけど、箱でどっかで、ね、ゲットできないかな、箱。未開封のね。そっちだったら安心だよね。で、その中に太いのがあったらめっちゃぶっといのあったら確実にサタンクロスでしょ。ということで、今回の開封結果はこんな感じになりましたということね。また次回。次の、いや、なんかもうその買えなくなりそうで怖いんだよね、これね。もうその売ってないんじゃないかなっていう。 ちょっとマジで怖いんだけど、まだあるかな。明日もう一回行ってみるけど、入荷されてなかったら、違うとこ行かなきゃ、探さなきゃいけないからね。いや、なんとかコンプ決めたいんだけどな。いや、でも被ったから色塗れるのは嬉しい。マジで、プラネットマン、これ。まずちょっとプラネットマンから塗っていい？最初力士マン塗ろうと思ったんだけど、
プラネットマン塗りたいね。せっかく被ったから、プラネットマン。